赤線地帯は1956年公開の溝口、賢治監督作品。溝の口作品としては1954年、噂の女以来の現代劇で、公開後に溝口が死去したため遺作となった。大英遺跡頃から長く不遇を囲った溝の口は、1952年に、最核一大女が、ベネツィア国際映画祭で、 国際賞を受賞し、海外での名声を得るとともに、国内での評価を取り戻した。以後1953年、うげつ物語が、同映画西銀主史賞、1954年、三賞大部にて、再び銀樹師賞を受賞し、世界中から注目される巨匠としての地位を築いた。そんな中で制作された、この作品は、 売春防止法制定前後の社会情勢をリアルタイムに取り入れた現代劇で溝口作品のマコッとも言うべき女性主体の作品となった特殊飲食店夢の里を舞台に娼婦たちの生き様を生々しく描いた引き劇で明確な主役は据えておらず大勢の女優が軽快なテンポで次々に登場する豪華な女性群像劇となった分けても当時 母物で知られた、ミマス愛子が、オード島の勝負を演じたことは話題になった。他にも、K マチコ、若尾文子、小暮道よら他の溝口作品にも出演したキャストの、他作品とは異なるバイタリティあふれる、競争的な演技も評価が高かった。スタッフにも、冒頭で、独特のテーマを聞かせる音楽の真湯敏郎溝口が、 最も信頼していたキャメラの宮川和夫、同じく美術の水谷広志ら、溝の口組の名スタッフが結集している。この完成度の高さに時代性が手伝い、工業的にも成功を収めた。なお、本編の一部に柴木し子、須崎の女を導入しているが、物語の舞台は吉原となっている。溝の口はこの作品の公開後、 西角一大女に続く西角物を企画し、与田義方による大阪物語の脚本を完成させた。1956年5月には撮影準備が整うが、溝口は体調を崩して入院し、8月24日に死亡。結果的にこの赤線地帯が遺作となった。大阪物語は翌1957年に、 吉村孝三郎監督で映画化された。売春防止法案が国会で審議されている頃、吉原の夢の里では娼婦たちが、それぞれの事情を追って生きていた。頼子は普通の主婦に憧れている。花江は病気の夫と幼子を抱えて、一家の家計を支えている。夢子は、一人息子との同居を夢見ている。休みは客を騙して金をため。 仲間の娼婦に金貸しを行って、さらに貯金を増やしていた。不良娘のミッキーも加わり、夢の里は、花屋具が結婚したより、こうは、夫婦生活が破綻する。花屋の夫は、将来を悲観して、自殺未遂を起こす。ミッキーは自分を連れ戻しに来た父親を、女癖の悪さを責めて追い返す。夢子は愛する息子に、自分の仕事を否定されて発狂する。 安美は自分に貢ぐために横領した客に殺されかける。ラジオが法案の流産を伝え、行き場のない彼女たちは今日も勤めに出る。しかし安美だけは倒産して夜逃げした元客の貸子布団屋を買い取って女主人に収まった。退勤した休みに代わって下働きの静子が勤めに出ることになる。着物を変え、怖悪的な化粧を施される静子。女たちが、 あからさまに男たちの袖を引く中、ためらいながら、静子は男を誘いかける。ありがとうございます。